なんかやったらまあ一撃かな。うん、俺は東京だったな、ずっと。もう地獄でしたね。もうね、死んだ。単発弾だけは終わってるわ。ちょっとそれはまずいっす。いやー、やっぱさすが。さすがっす。予測エラー最強っすね。もうね、なんだろう、サーバー関係ないっすね、もう。東京行くしかないです。東京。もう本当に東京しか行ってない、俺は。諦めたもんね。どうせ会うんだったら軽いとこ行ってチーター殺すしかないかと。ずーっと東京で回してソロマス達成したと。うん、異常。マジでよく俺行ったよな。あんなチーターいたのに。うん、そう、どこ行ってもだよ。ロンドンもいるし、ダメよ。だったらもう軽いサーバーで頑張って盛るしかねえんだよな。まあ一回ここで行くか。やばいよね、効率があまりにも良すぎる。何やってんの俺、直当てしに行ってしまった。間違えた。え、行った。なんで減してもらわねん、これ。わけわからんやろ。なんでやねん、泣きそう。敵のさ、弾が見えないから避けする。リングは近い。閉じるまであと30秒。いいね。殴り殺されそうになった。危なかった。うん、これね、相手予測エラー全くあったっすね。もう無理っす。私がキルリーダーだ。準備しな。マギーがめっちゃ迎えに行くぞ。いいね。テーマパークか。絶対楽しいじゃん。これはね、東京だったな。マジ？当てすぎじゃねえこいつ。マジ言ってる今の。俺体力250持ってかさなったぞ。はい、肉ダメージ。やべえ、肉ダメージもらってしまった。勝ったこいつやばいぞ。マジで。このハモやばいんだけど、削れ方。逃げんの？意味わかんないんだけど。普通に意味わからん。なんであの当てが持って逃げちゃったんだ。まあでも本当に、まあおすすめではないんだけど、俺が、マスター行けた時は東京だったねって感じ。全試合5舞台ぐらい聞いたいだけど、終わってたね。もうさ、これ売りじゃねって言ってたもん。これさ、人間いなくねひどい試合なんか、多分11部隊ぐらいいたもんね。うん、11部隊はいたな。これ確定。そう、知ってるやつだけで7部隊ぐらいいて、新しい新参チーターが4部隊ぐらいだったから。うん、マジで増えたよ。終わってるよ。強い。
反動なさすぎー、すごーい。やっぱりそうだったんですね。お前殺す、よし行くぞ。やっぱりそうだと思った。だよね。はい、ベビーは殺す。さすがです。4倍ハボックの反動がありません。いいですね。いいでしょう。リングのカウントダウンが始動。次のリングは遠い。足が血まみれになるまで走るか。サプライシップが接近中。報告、レプリケーターを輸送中です。素晴らしい。レプリケーターが来るぞ。逃げてる。なるほど。ゴミ目多いね、本当に。頑張れよ。当たり前のようにいるわ。すごいね、4倍ハボック、無反動はかっこいい。新たなレベル、新たなアップグレード。お上手すぎる。いいね。アップグレードを選んだぞ。死ぬ覚悟ができてるやつ。俺ですら3がちょっと当てられるみたいな。あいつなんでいけるんだろうね、あんな強いのに。ビビってんじゃねえぞ。オールヘッドかこいつ。いやマジか、勘弁してくれお前。勝てる近くだったらバカめ。おめえは ADS が綺麗なだけだ。近距離は負けねえ。お前それは素じゃねえだろ。それは多分ね、腰打ちしちゃダメだよ。お前システムに負けちまうよ。そうだよ、リコイルないだけじゃ腰打ちは制御できねえ。素晴らしい。もうなんかビームなんだよな、軌道が。はい、でオッケーイ。ラウンド3、リングのカウントダウンが始動。素晴らしい。あのボックスのシーンが終わった。4倍ハボックか、死亡。さあ君は相当うまかったが負けてしまったようだ。レプリケーターが来るぞ。ひよっこに攻撃されてる。リング、ほら虫歯ならここにドリルがあるぜ。待ってくれ、シールドをリチャージ中だ。待ってくれ、シールドをリチャージ。素晴らしいうまさだったな。これもね、素晴らしいうまさっていうのが大事ですよ。確定するのではなくて、うまいね。うわ、あつこめ、ありがとうございます。え、ニスコ縦ハンド消せる、楽だな。もうニスコだー。え、違うんだよ、縦ハンドが消えてんじゃないんだよな。地形なん、地形だけなんだよなこれ。違うんだよ、そうニスコが縦ハンド消えてんじゃなくて地形だけなんだよな。そう、距離感が近いから、あの当たってるだけで、多分これ言うて消えてねえんだよな。縦ハンド消えて多分 70m ぐらいだと思うし。あ、敵発見。降りちゃうか。もらいました。あれ、もらえてない。最高だな。私がキルリーダーだ。準備しな、マギーがみんなを迎えに行くぞ。いいぞマギー、もうリングの中にいるなんて。報告、レプリケーターを移動中です。で、紙ハボッカー殺すかな、気持ちいいな。やばい、やるしかねえ。危ねえ。あのゴキブリを潰してやった。いや、引き伸ばしてないですね。視野角110度のまんまですよ。なに、それは欲しいな。
してる。読めが上手くないんですが、ヒュンヒュンさん意識してること。そうだな。消えた。まあ超簡単で、音が聞こえたらゲームして当てて、もうこれで勝ちです。勝ちですね。多分これだけです。フォロー。そう。こうやって当てたじゃん。もうそしたら詰めるだけ。絶対勝てます。読み合いもまああるんだけど。まあ、なんか一番最初に当てるのが大事ですよね。いやこれが読み合いなのかな。多分これ読み合いだよね。お兄さんゴッド様、800スパチャありがとうございます。感謝です、ありがとうございます。これって読み合いですよね。違うんかな。基本なんか出てくる場所に置きゲームしといて打っての繰り返しなんだよな、うん、ナイスパです。詰められないようにするし、詰めれるようにするしっていうのが多分読み合いだと思うんで、やっぱ基本ダメージトレードをね、見てあげればいいんじゃないかな。オートするじゃん、こうやってね。そしたら、まあ、ここら辺にいるんだと。だから、銃構えてあげて、まあ、これはまあ、殺してやったんだけど、これするだけでも多少は違うんじゃないかなと。まあ、あとは経験値です。基本はやっぱ有利ポジションいるのが大事ですね。上にいるな。多分。有利ポジション。え？上じゃない。もうこれで勝ちですよね。そう。まあ、これはね。あれ？え、どう？びっくりした。なんだ今の。焦った。俺、終われないのかと思った今。怖っ。なんだなんだ今の。ちょっと今の間が怖いぞ。殺してやるぜ、ちゃんとね。だからソロモードとかやりまくってね、対面力を鍛えるっていうのもまた一つの手ですよ。どうすればいい？練習するんですよ。あ、持ちありでね。ほら、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。殺せ、殺せ、殺せ。勝てる、勝てる。気をつけな。あたしの近くに敵が着地した。敵を一人倒した。気をつけな。あたしの近くに敵が着地した。待ってくれ。シールドをリチャージ中だ。マギーがアップグレード。いや、可愛いことしてたね、今。気をつけな。私の近くに敵が着地した。お疲れ様です。逃げないでくれ、戦おうぜ一緒に。なんかこっちが避けられるな普通に。やった方がなんか相手も当てづらそう。本当に瀕死にならない限りはマジそれで良さそうだ。待ってくれ、シールドをリチャージ中だ。敵を一人倒した。待ってくれ。シールドをリチャージ中だ。
うん、やっぱこっちの方が圧倒的に強いな。当てづらそう、逆に。撃たれてる。待ってくれ、シールドをリチャージ中だ。まあ、実際高速リレーされた方がやだもんな、エリエス筐体で。ドリル発射。え、これ負けんのか、マジか。うわー、それーマジか、ヘッジもらうんか、運気もしかして。俺悲しいな。え、一等ヘッジもらった、なんで。敵を一人倒す。ほら、虫歯ならここにドリルがあるぜ。おお。あのゴキブリを潰してやった。なんかあれだな、斜め移動やされてると俺当てづらいんだな。なるほど。これちょっと学びましたね。これはいい経験だ。俺は背面ボタンに割り当ててるね。左かな？左に割り当ててる。なるほどなるほど。これはいい勉強になったな。普通に。武器ティア用作ってる動画、見といてマジで。最強だからあの動画。おい、荒かすことなくね？なんかさ、まあいいか、まあいいや。おめでとうございます。ちょうどいい。強化習慣だね。あれ？そう、なんだろう。毒にさ、抗体って言うんだっけ、作るときってさ、毒注入すんじゃん。そんな感じ。ゆっくり注入していく、自分に。あ、漫画取られた。うん、強化習慣だ、強化習慣。もうリングの中にいるなんて。あ、そうだよ。私はね、分かったんですよ。待ってくれ、シールドをリチャージ中だ。俺がどうにかすればいいと。そう、無理強いするんじゃなくてね。またこいつ260発になってる。あー、くそ、さっき死んじゃったのがでかかったな。10部隊がもう4か、早いな。ファイトしちゃったよ。イエス。どん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 私ね、強化されていくから。まあちょっとね、他のリスナーさんが不愉快になるようなことをやったら、もう破壊する。うん。他のリスナーさんに、なんかやったら、まあ一撃かな。強っ。ねえ。今となったらもう何もないよ。そう、リスナーさんに何かやり始めたら、もう一撃だね。うん。まあそうしない限りは全然いいかな。うますぎー。そう思いました、今。よしよしよし。2-2 だったらワンチャン。2-2 だったら。多分ないと思う、でも。戦ったことしたからね。ラウンド4、リングのカウントダウンが始動。もう次のリングに出して、ヒーコだ。シールドを割った。敵を一人倒す。あー、やっぱ全然いいわ。空を見ろ、レプリケーターが来るぞ。ドリルで穴を開けられると言ってるぞ。そうだね、たまに、まあ、いや結構な頻度でなるかもしれない。まあ悪いことしてなければ
特にないかな。あ、こいつは残機あったんだ。残念。こんばんは。配信お疲れ様です。うん、やっぱね、あれだね、玉抜けしててもあれだな、これ関係ないな、これ。うん、絶対こっちの方が強えわ、 100%。 こっち避けられる、なんなら。残機3だったらワンチャン。うん、高火力で、しかも俺分かったことがあって、これぐらいでレレレすると相手は多分玉抜けしてる、これ絶対に。分かる、俺もそうなんだよ、相手がこれぐらいでレレレした時が一番玉抜けすんだよね。これやばいわ、これ最強。うん、こう超超超高火力で削ればこれで勝てる。オッケー、まあいいでしょう。まあ9時なんでね、まあいつもは10時までやるんだけど、ちょっと今日は早めに終わって、動画&睡眠に当てます。では皆様、また明日お会いしましょう。YouTube 見てる方はね、いいねボタン押してくれると嬉しいです。お疲れ様でした。おやすみなさい。